ご視聴いただきありがとうございます。日本代表 FW 上田綺世さん、ゴール決めてるのになぜか叩かれてる模様。この結果に対してネット上では様々な意見が飛び交っています。このチャンネルでは明日と一緒に日本や海外のサッカーに対する情報やネットや海外の反応を一緒に見てもらうチャンネルになってるから、よければチャンネル登録していってね。ネット民の声。上田叩かれてるけども点取ってる FW って大正義すぎない？代表の FW って内容より点でいいと思うんだが。せやで、得点こそ大正義。他のフォワードは役に立たない上に点も取らんからな、取ってるだけマシと言える。点取らなかったら文句言う、点取ったらポスト白組み立てに参加しろという単に上田が嫌いなんだろうな。いや、期待してるから要求してんだけどな。得点力的にずっと上田推しで証明し始めてきたから物足りないとこう批判するフェーズ。上田はよくやってるよ。昔のノーゴーラーっぷりに比べたら随分頼もしくなった。古橋上田細谷にできないことをやらそうとしてる森安が悪い、選手の適性がわからんから次の大阪を求めている、そんなのいないのに。攻撃を選手任せにすやそやになんな、自分の得意なことするよ。監督が整理しないと、それぞれの信者は森安を叩けよ。上田はもっと評価されていい。とりあえず得点取りまくってアンチ黙らせてほしい。今回紹介した記事や引用した内容については概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。